皆さんこんにちは。こんにちは。森田絹子の私立チャンネルです。スタジオ担当女性アナウンサーの独断と偏見でおすすめのものをピックアップしていくというコーナーです。ということで今日は堀内さんに、はい、お弁当を用意してきましたよ。優しい。じゃじゃん。誰かが作ったお弁当なんて食べたことないわ最近。本当ですか、これどうですか。高校生の時にお母さんに作ってもらった以来。かわいい。何これ。すっごいかわいいでしょ。実は、なんかモフモフ。これ全部カプセルトイのぬいぐるみなんです。え、食べ物じゃないのこれ。いや見たらわかりますよね。その名もお弁当のぬいぐるみシリーズです。かわいいですね、ふわふわ。すっごいキュンキュンしちゃうんですが、あのぬいぐるみのカプセルトイって珍しくて、実際にカプセルに入れたものがこちら。あ、結構ぎゅうぎゅうにこれ詰まってますよ。そうなんです。もうねギュッと顔が分かん、あ、こんな感じ。もう今にも出たそうじゃない。かわいそう。ちょっとこれもちょっとかわいい、愛らしいですよね。かわいいけどちょっと早く出してあげたいですね、はい、これは。というわけで、今日のテーマはこちらです。はい、かわいさ爆発、超個性的なカプセルトイを集めてみた。カプセルトイの中身がじゃあなんかすごいものが出てくるんですね。そうなんです。お、堀内さんにはそれぞれのカプセルトイにまつわるクイズに挑戦してもらおうと思います。当てちゃうよ。頑張ってください。はい、堀内当てちゃうよ。まず第1問いってみましょう。ドゥンドゥンとかはないないですね。なかった、ね、なかった。こちらですが、はい、あ、ここできた、はい、これゴリラのカプセルトイなんですが、これどんな名前だと思いますか。名前のクイズ、うん、このカプセルトイの、まあ、商品名というか全体の名前。これちょっと見ていいですか。今初めて見たから。なんかヘルメットかぶってるのかなこれ。そして、あ、これ帽子、黄色い帽子。あの、なんか幼稚園児とか小学生がかぶるような帽子よね。背中に何を背負ってますか。ランドセル背負ってる。ヒントいりますか。ヒント、いや待って待って、ってことはゴリラ登校中。なんかそれいいな、それいいな。行くない？いいけど違うんです。ゴリラ、ゴリラが学校に行く。ゴリラが何を背負ってますか。ゴリラがランドセルを背負っている。お、ってことは、ってことはそのままゴリランドセル。すごい、やった。こちらはその名もゴリランドセルという。じわじわきますね、この名前。じわじわきますね、というものでした。ボロがいいですね、響きが。では第2問に行きましょう、はい、続いてはこちらです。はい、カエルちゃんがいますが、これ穴開き問題です。すべてがホニャララになったカエルという商品なんです。すべてがホニャララになった。さあ、この黒い部分に入るのは何でしょうか。すべてが無。お、何もないの。近いけど、もうこれあれ、ソフトクリーム落としてさ、うん、この顔がすごいよ。この何とも言えないこの無表情な感じ、はい、ってことはカエルの気持ちになると。気持ちになる、呆然としてます。呆然と。呆然だよね。直立不動になった。あー、難しすぎます。あ、難しいか。あ、無表情になった。すべてがもう寂しくなった。だもうがっかりだ。うん、うん、うん、欲しい。もうあ、ディレクターが答えって言ってる。まだ残念。答えたい。ちょっと答えはこちら。何、すべてがおしまいになったカエルでした。おしまい。この何とも言えない表情、はい、呆然としてますよ。なんか癖になりますね、この表情。そうなんですよね。じっと見ていたくなる、そんな可愛い問いでした。確かになんかずっと見てたい、このカエルの表情。飽きないですよね。ねえ、いろんなものがあるんですね。ということで次にお見せするのが、まあ、これクイズじゃないんですが、はい、こちら猫のカプセルトイなんですが、うん、あら、なんか可愛らしい猫ちゃん。手が震えちゃって緊張して。こんな感じで、はい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 、ペンを置くことができる猫のペン置きなんです。え、これペンを置くための猫ちゃんなんですか。もともとはそういう目的で作られたんですが、うん、今こうやって SNS 上でいろんなポーズでディスプレイするのが流行ってるんですよ。すごい。これ森田さんやったんですか。これね、あのスタッフと一緒に作りました。え、すごい、はい、ここにちょっと置いて見てみますか。見せてください。これとかは、まあ、持っているおもちゃと組み合わせてるんですけれども、なんか見たことありますか、どっかで。どっかで日曜日あたりになんか見たことあるな、はい、あのアニメのオープニングに似てますね、で、これがアクロバティックな猫ちゃん。ちょっと白くて見えないかな。え、
これ逆さまになってね、逆さまにこれ置くこともできるんです。逆立ちしてますよね、こちゃんが、はい、そしてこちらはどうぞって感じでね、あら、かわいい、おもちゃのオムレツを差し出してくれているわけなんです、これだからいろんなペン置くだけじゃないってことなんだ。そうなんです、いろんな使い方ができて、世界観を自分で考えて SNS にアップするのが今ね注目されているんです。進化してますね、はい、全部300円以下でした。ワンコイン以下でこんなに楽しめるんです。今日はカプセルトイを見ていきました。シルクチャンネルでした。すごい、かわいい。